で、中島隆君は今バルダロアル浦安のバルドラールです。バルドラールしっかり言ってください。大事なところです。ウッドアーツ TV をご覧の皆様、今日は中島隆君に来ていただきましたので、フットボールトークを、皆さんにお届けしたいと思います。ウッドアーツ TV、 今日はバルドラール浦安の背番号7番中島隆君に来ていただきました。どうも。どうも。ちょっとまあフットボールトークしましょう、ね、ちょっとゆっくりと。いや、ちょっと聞いてた感じとこのね設定が全然違いすぎて。でも、葉山のここ秘密基地なんですよ、うん、いや間違いないですね、はい、最近はどうですか。そうですね、まあ、ちょっとチームはね、うん、なかなか結果出てないんですけど、うん、僕自身はまあその若い選手っていうところの育成だったり、まあ、今後ね F リーグで活躍できる選手を、まあ、僕もねいい年なのでなかなかこう選手としてチームに貢献するっていうことだけじゃなくて、まあ、自分がやってきた経験などをね、こうチームの B 面ね、そうそうそう若い子たちに、ね、マジそこ大事だよ伝えて、うんうん、まあもう本当にね、うん、あのエンブレムを背負う、うん、そのプライドっていうところを、うんうん、あの若い選手たちに少しでもね伝えてあげられて、いやいいですね、まあ、そんな選手たちがこう今後 F リーグ、うん、ないし、まあ、このフットサル日本代表っていう形でね世界で活躍してもらえればという思いを持って、まあ、今も今シーズンも頑張ってやってる最中なんですけど、いやいいっすね、はい、若い選手でちょっと面白い選手はありますか。いやでもね、いやうまいですよ、うん、若い選手。しかも結構すごいのがもう自分が、まあ、もう選手で11年目、 F リーグも今11年目なんですけど、自分が教えてたスクール生が F リーグの現場に立ってるっていうことが今、うん、もう現実的に来ているので、この間もちょっと感動系だねそれ。そうそうそう、ちょうどね広島にイベントに行ってお会いした子供が、うんうん、去年デウソン神戸でデビューして、しかもマッチアップできたっていう、お父さんがめちゃくちゃ喜んでたっていう向こうが、もう今そんぐらいまで来てるんで。 F リーグ皆さん知ってますかね。日本の、あのフットサルの、リーグなんですけど、まあ、サッカーは J リーグ、まあ、フットサルは F リーグって言うんですけど、まあ今12チーム全国にあって、まあ簡単に言うと、まあ名古屋が今少し力が抜け出てて、まあそこをどこが倒すかっていうようなリーグの縮図にはなってるんですけど、まあ去年ね、去年一昨年かな、大阪が初めて名古屋を破ってリーグ優勝っていう結果を残せたので、まあ今他のチームもね外国人選手すごい、やっぱ世界から結構素晴らしい選手が集まってきてて、打倒名古屋っていう形で、いや本当そうですね、リーグが今熱く戦ってる最中なので、うんうんうん、まあ、ぜひね見ていただいてね、フットサルも、ぜひ盛り上げてもらえれば。いや本当になんか俺もね、そう立場的にいろんな人とやっぱご縁があってさ、うん、はいはい、サッカーもあればフットサルもデフットサルもその聴覚障害者の方たちとか、はい、そこをなんか俺の立場的にこうつなげられればなと思ってるから、なんかそういう形でこういう場でなんか発信できればなと。そうです、ね、今後絶対やるよそれね。いや本当にやろう、やりましょう。フットボールは結局ね全てつながってるんで、 その役割をなんかここでできたらなと思います、うん、絶対それがなんか文化となり、そのいろんな形で絶対盛り上がるし強くなる、絶対それは、うん、あのブラジルがそうなように、スペインがそうなように、人口を増やすことがやっぱり絶対大事だと思いますので、フットボールの輪をねつなげていきたいと思います。たかし君との出会いを喋りましょう、うん、個展に来てくれたんだよね最初ね、多分ね個展前になんかフェイスブックでメッセージくれて、うん、その前からお互いに存在はしてたんだけど、なんかタイミングで来てもらって、そうだね、なんかルースとかのイベントで挨拶させてもらって、で個展鎌倉かな、そう行かせてもらって、あれに初めての個展じゃないかもしんないです、かもしんないです。だからもうご縁は 7,8 年になりますね、はい、ありがたいことです。でもじゅんくんのあのなんていうんですか、そのカレンダーとかにも綴ってある詩、あのそう詩がもうもう壺で毎回あれをね楽しみに、俺はもう本当にあの詩はちょっとサッカー好きよりもっと好きの人にあるあるですよね、伝えたいメッセージとフットボールトークがねできればいいなと思って、届くと思えばいいなと思ってやってます。ちょっとカレンダーの話もしていいですか。ぜひぜひ。新しく2019年のカレンダーができまして、いろんな人に今見てもらってます。
2008年にはえ8年じゃないでしょ7年だよ7年の表紙7年シーズンかそうかそうか7年のカレンダーにも出てもらって協力してもらってますました。本当に多くの人に支えられて6冊目を作ることができております。でも昔と変わったよ、出たいって言ってもらえるから。いやそうでしょ、うん、いや出たいもん本当に。そいやいやもう本当にこれ写真使っていただくだけでね光栄なんですけど、いやいやいやこっちがやっぱよく出ちゃいますね。いやこっちこっちありがたいです。本当にこの6月まあねこれね今回ので言ったらねめっちゃ疲れていてもゴールを決めると体力が回復するっていうことにすごく反応してくれたという連絡をもらい、はい、こんな感じで。こういうのはふとなんかあのねひらめくんですか。ね、まず個展前とかにはずっと考えてる。あ、やっぱその時期にそのために悩む。その時期にずっと考えてて、バイクとか乗っててもずっとそのこと考えてたりとかしてる。で降りてきてすぐに、うん、あのメモる携帯もうすぐメモる忘れちゃうからこれね信者やるよねそうなんです。芸人としてですよ、僕の友達の芸人もすぐちょっと待ってっつってすぐ携帯にメモる。そうもう絶対大事だよね、うん、そうね。でこの言葉も全部そうだし、まあねもう思いで作ってますから思いしかない、ね、思いしかないのよ本当に。作品ねこれ10月の8日に今日これ撮ってます。10日あと2日後でこれ出すのリリースですね。リリース発表できますね。やっとです。はい、ここまで来たドラマが超いろいろあって、ね、これでもさもういろいろ喋っていいよね。これをリリースしたら俺今月末愛知に行きます。おい何しにツアーもうカレンダーツアーっていうのをずっとやりたかったの。かっこいいね年に1回カレンダー作って、うん、でカレンダーできたらそれ持って旅をしたい。で来月あ今月か、うん、今月愛知に行ってで来月は横須賀でこのハングルースさんってお世話になってるお店で、うんうん、あのまたあのカレンダーのパーティーをやりますので遊びに来てください。あと12月も今ちょっとね西に行こうと思って今いろいろ B 面でそれで旅をしたい。すぐ B 面の話します。はいそうなんです、はい、すぐ B 面の話。 B 面あってですよ全ては、ね、もうこれも本当にこれも B 面あってですからねいやなんか全てまあ B 面あるじゃないですか。でも俺今まで純くんと会うまでその B 面を意識したことがなくてでも B 面ってこう表に出すとそれはそれで一つこう話せるんだなっていうのは、ね、そうですよ本当に、ね、物語になるんだなっていうのはすごく感じましたね。 B 面あってですから本当に今日もね B 面あってですからこれからそうですねこんなもん夕飯がこれから B 面をやってくれて、以上本日は中島隆史くんをお迎えしましてフットボールトークをお送りしました。最後までご視聴ありがとうございます。フットワード TV のチャンネル登録をよろしくお願いします。チャオ。